前回の動画で、うん、戻せてるかどうかっていう話のところでさ、うん、シビアにピタ、うん、ーンと戻せてる人の顔を覚えてるって、うん、言ってた言ってた。ってことはその戻せてる度合いもあるんだなと思った、うんうん、あるある。その戻せてない0点か、うん、戻せてる100点かだけじゃなくて、うん、やや戻せてるとか、うん、いやある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 、そういうのもあるんだ。そうあるからより100点に近い人の顔と名前を記憶できるんだよね。要はすごいから、ほんと2分の1とかね、大げさに100か0だったらそんな半分も覚えてられないけど、95点から100点の人ってやっぱ覚える。すごいもん、やっぱ見てて感動するっていうか、あすげえなと思っちゃうもん、やっぱり、うん、やっぱこうぴったり合ってる人って、あーすげえな、もうやっぱりね、誰とかじゃないんだよね。今日始めた人でも100点のインパクトしてたら感動するし、いるのそんな人も、いないと思うけどねそう仮に、そうそれぐらいそのタイミングが合うってことがすごいこと。インパクトのところでぴったりクラブが戻せてるインパクトって美しいの、それぐらいすごいから覚えちゃう。すごいなこの人ってなる単純にね、本当に戻せてる戻せてないっていうのは、うん、大まかには初めわかると思うんだけど、うん、だんだんやっていくにつれて、うん、その戻せてる中でも、うん、今のは100点、うん、今のは80点みたいなのが分かるようになってる、うん、分かるようになるし、分からなかったら上達はしない絶対分かるようになるから、なる、うん、でも感じようとしないとダメだよね。そう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 、その感覚を自分で、うんうん、覚えようとしないと伝わらない。だから逆を言えば、うん、インパクトでぴったり6時に戻そうとしてなかったら感じられないのよ、遅れてるかどうか分かんないから。そうだね、うん、ナイスショットがぴったり合ってるって打ってる人は一生感じないから、ぴったり合ってんのがナイスショットだから。あなるほど、ね、そう、うん、だからあ今いい球だった、きっと6時で当たったんだ、だったら一生感じれない。そうか、うん、ここでこうやってやって結果がこうやってナイスショットが出てて初めて感じてるから、うん、その中でももちろん細かく言えば10点刻みにすれば10点刻みの点数があるから、だからさっき100点だったのに直後すぐ打っても90点になるかもしれない。それはもうインパクトゼロを求めてるからしょうがないんだけど、そうだから本当にここでこれが100じゃない、そしたら90、90じゃない、早すぎても90、うん、そういう度合いこうどん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 こうやって、そう前後にね、そうそうそう、それはもう絶対あるから。だから数字だけで言うと6時が100で7時と5時が90点みたいな、そうそんな感じ、うん、どんどんね減点されていくけど、ちなみに本当に見て音とその方の振ってるリズムとタイミングと丸々ショットを見て、長い針が1分ずれてたら全然6時ちょうどとなんとなく違うからやっぱり。あそう、うん、例えば本当シャフト1本分でね、こうこことここだったら全然違うから音が。えじゃあ6時ちょうどと5時59分じゃ違う、うん、違う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 、見てて何が違うか分かんないよその場じゃね、遅れてんのか間に合いすぎてんのかも分かんないけど、うん、音が全然違うから、やっぱりねぴったりってすっげえ音鳴るから。それは何、あんまりゴルフ長くやってない人でもそうなの。いやそうだね、あそうなんだ、そうそのじゃあ初心者の方が、うん、じゃあ頑張って振ってみようって言って、うんブンって振りに行ってたまたまインパクトあったとするじゃん、恐ろしいいい音鳴るから。あ、そう。そう、それは上手い下手関係ないから、タイミングの問題だから、うん、めっちゃくちゃいい音鳴るし、カメラで撮ってても分かんない。分かんない、分かんない、レンズ1枚挟んだら絶対分かんない。テレビカメラみたいなすごいいいカメラで、うん、分かんない、分かんない。だから俺テレビ中継試合とか見てて、もちろんプロだからほとんどないショット見えるけど、そういう部分もあるんじゃないかなと俺は思うけどね。あ、そう。そう。だから全部内緒って見える。綺麗に見える、うんうん。でも実際にプロの練習場とか試合とかで見ると、うん、同じように同じクラブで打ってても音が全然違うから一球一球。あ、そう、うん。でもプロは同じように見せるよ。あ、うん、見せるけど全然違う。でもさ、ケンさんもさ。うん、ステイゴールド10曲弾いたら絶対違うでしょ。違う、それと言ってでもさ、パッと聞いた人はさ、うん、全部同じに聞こえるじゃない、そうだ、ね、10回そうだ、ね、そう、うん、でもさ、うん、もうね、トール君とか俺ぐらいの耳になるとそうだね、そうでしょ、そう、それと一緒、そうだね、そう、何百万回聞いてるか分からないからね、ね、ね、
そう、だからそれと一緒で、10球打って同じ番手で、で絶対10球と違うから、100だったら100点のところはずっと同じ音になるけど、全部100点じゃないじゃない、絶対したら絶対音は変わるから、絶対違う。実際さ、プロゴルファーの人がさ、うん、打ってる時って、うん、何点が多い、調子にもよる、調子によっちゃうけど、幅はやっぱり全然アマチュアの人より当然狭いわけでしょ。狭い、でもね、その幅を自分で取りに行ってるから、プロは。要は今のこの話全部はストレートボールを打った手の話をしてる。でもプロの試合ってストレートボールを必要じゃない状況だったり、そういうボールが打てない状況ももちろんあるじゃない。緊張もプレッシャーも全部あるじゃない。その中でじゃあ100点を打たなきゃいけないって言ったら話が変わってくるから、自分から今のどうかな、100点かなって打つんじゃなくて、もう何点を出しに行くのよ。要は95点を出しに行くとか、その時に例えばフェードを打つ、置きに行くショットを打つ、それで自分から先に得点を決めて、その得点を出しに行くの。そう、もちろんナイスショットを打つ時には間に合いすぎたり間に合わなかったりってあって、その中で100点を何発出せるかじゃない、それは練習でいいと思うのよ。だけどコース行ったり試合になってくると、要は得点を探りに行ってたら何が出るか分かんないじゃん。だから自分からもう先に狙い撃ちするわけよ。それがストレートのどまっすぐだったらそれはそれでいいのよ、いつものショットを打とうとすれば。だけどピン位置に寄ったりとかして球をいじらされたりするじゃない。そういう時にもう自分からその球を打って、インパクトはじゃあこうやってわざと遅らせてって言って、わざと85点じゃないとあそこに打てないっていう球の時はそういう得点を出しに行く。そう、だから全てが全て、球は全部100点よ。だけどインパクトの要はここが100だとしたら、ここで当てなきゃダメっていうところがじゃあ85点って言ってるだけで、そう、ここでじゃあぴったり来たらそれはそれで100点だね。あ、それを狙って打ってる、ね、そう、狙って打ってる、そう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 。だからそれだけわざと遅らせてますよ、わざと間に合わせてますよっていう球をわざと打ってるっていう。そこまでコントロールするわけ。そう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 。そういうことね。そう、それはねすごいやる。多分変な話、全ショットそれだよね。あ、じゃあずっとそれ考えてる。そう、コース行ったらやっぱそれがマネジメントだから。それがマネジメントなんだ。そう、ショットのね。でそれに対してコースマネジメントするじゃない。あそこにバンカーが、池とかが、それでそれをどんどんどん合わせていくじゃない。いや、なるほどね。そう、だからあそこにじゃああれがあるから、じゃあこういう球で行こうとかってなってくるじゃない。そうなってくるとインパクトをいじるわけよ。フェースアングルだったりタイミングだったり高さももちろんそうだけど、そういうのをいじる。すごい、なんか異次元なんだね、やってることが。なんかね、その初心者の方からしたらそういう感じになっちゃうけど、そんなところまでできるって感じじゃない。そう、だから本当に変な話ミリ単位みたいなイメージだよね、体の動きは、ね、そう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 。だからインパクトがこうでこうでこうでって、今わざと振り遅らせて打たなきゃいけない状況もあるとかって言った時に勘が鋭い人は、え、それじゃちょっと右行っちゃうじゃんって、うんうん、でも振り遅らせながらフェースはボール向いてますよっていうのが絶対条件。そう、だから右に行かない。だからそういうタイミングのわざとずらしたりとか、クラブの入射を変えたりとか、そういうテクニックっていうかボールをいじるっていうことはコースではやっぱり必要になってくるよね。でもあれはね、話も戻っちゃうけど、うん、それだけ間に合ってるとか、うん、ちょっと遅れてるとか、うんうんうん、っていうのをさ、うん、感じられなきゃ何にもできないよ。何にもできない、何にもできない。だから調整ができないもんね。そう、調整ができない。うん、そうなんです。最初に話したやっぱこう球を見て、今のはまっすぐだったからきっと合ってるんだろうな、だったらやっぱダメなんだよね。自分で感じてインパクトを作っていかないと、遅れてるだの間に合ってるだのが自分で自己判断できないじゃない。そう、そうすると次できないんだよね。うん、イケてるべったりになっちゃうし。それでも感じられるようになる。なる、なる。数打つしかないけどね、本当に。どんな業種でもそうなんだろうけど、感覚的なものの仕事ってやっぱあるじゃない。そういう人ってやっぱ相当な数やってるじゃない。それと一緒の感覚で、だからスイング中にそれが分かるようになってくるから、今遅れてるなっていう感じ。もうその当たるところじゃなくて、そう、違うところで分かるようになってくる。分かる分かる分かる。タイミングのズレっていうのが
分かるから、動いてる最中に。そうで、例えばよく、まあ、よくって言ったら失礼だけど、松山選手なんかボールの行方ちょっと見ててもらいたいんだけど、あれめちゃくちゃナイスショットでしょ。そう、ああやって要は対応してるのよ。あ、なんかやるよね。そう、手離す、離すよ、ね、そうだけどナイスショットじゃない、真ん中行ってる。でああいう風に持ち続けてると変な球が出るから、もうクラブをリリースしちゃってるのよ。あ、そうなんだ。そう、ああやって、あ、やばいっていうのがあるわけよ。ああいうショットとかはもう、まあ、遅れてるだの何やってるだのっていろいろあると思うんだけど、自分がこう対応してるんだよね。だ結構それってスイング中に試合なんか行くと自分が打ちたい球に集中してるから、考えてるから、だからそこの動きにぴったり来てないとやべってなるんだよね。そうなるとOB がよぎったりミスショットがよぎるんでね、頭で。本当にそうやって思ってるかは分かんないけど、でも絶対自分で頭の中でよぎるから、その時に体が反応するんだよね。だって考えてんじゃないんだ。そう、なんかね、勝手にピンって反応するの。反射なんだ。そう、やばいってなる。で一概に言えないけど、大体その体で反応する時ってやばいと思ってる時だから、そういう時って大体振り遅れるから、一拍空いちゃうんだよね。あ、うん、遅れる、あっってなるから、ちょっとこうクラブがヘッドが出ないんだよ。分かったまま打つんだよ。分かったまま打っちゃうしかない。しかないよね、うん、止めらんない。でも前世紀のタイガーは止めてたけどね、インパクトで。もうシャフトがね、ビッタンってなるぐらいここでガッって止めてた。え、それはいいんだ、止めちゃう。うん、ボール通過しなければ空振りじゃない。あ、そうなんだ。そう、あだからここまではセーフなのよ。そう、タイガーは止めてたね。シャフトがやばかったけどね。あんな重いヘッドがさ、ここで急に止まったらさ、ブワンってなるから。なる。そう、相当やばかったと思うよ、ここの筋肉が。それなんか止めた方がなんか次のショットに影響出そうだよね。握力なくなっちゃいそうな、うん、いや、タイガーやってたな、よくやった。結構見てた、見た、うん、それこそ本当に1ヶ月に 2,3 回は見たぐらい、そういうのに敏感な時あった、物音とか。だからよく練習場なんかでこうやってタイガードライバー打ってる時に、わざとキャディさんが何球目か分かんないけどボールをボンって投げて、ここにどんどん転がして気を散らせたり。そういう練習するの？そうやってた、タイガー。何それ。うん、だからわざとね、紛らわすような集中させないような練習を。それでもナイスショットって。そう、ね、そう、だからもう精神論よね。そうだね、うん、だからいかにこう集中してるかどうかっていうのは。だから集中してなくても気にしないメンタルを作るとかね。あ、そうそういうものだと、うんうん、例えば落ち葉がこうふわーっていったりとか、うん、そういう練習タイガーは結構やってたよ。でも本当にそのインパクトでちゃんと戻そうとして、それだけ一点集中で練習してるかどうかはすごく大事なポイント。例えばティーアップして分かりやすいからやるけど、こうやって今7番矢持ってインパクトにまっすぐ当てて、まっすぐなストレートボール打とうとして打ってみるね。あれは全力でまっすぐフェースを戻してまっすぐな球を打とうとして打てたって感じなの。そう、だからああいう練習ってやらないと思うんだよね、うん、あれはショットの練習じゃなくて、インパクトでタイミングよく戻せてるかどうか、フェースコントロールも含めた練習なのよ。そう、あれに、要はあれをアプローチにやってる人もいるし、一石二鳥だって言いながらアプローチの距離でそのフェースアングルコントロールでやってる人ももちろんいるんだよね。そう、まあ、それもそれでいいし、今みたいにティーアップして本当にフェースまっすぐでマットの向いてるところにまっすぐ飛ばす練習っていうのもフルショットじゃなくてね、そういうのもすごい大事だし、例えばあれで80点のインパクトで打ってみるよ。さっきよりちょっと右行くでしょ。そう、あれが画面上からすると7時ぐらいで当たってるんだよね、クラブが。ここじゃなくてここで当たってるんだよね。そう、それぐらい遅れてるの、ちょっと、うん、要はあれで自分は感覚があるから遅らせようとしてきっちり遅れさせてるじゃない。あれは感覚があるからな。6時でぴったりで通って思ってやってなかった、うん、うまくならないと思う。そうだよね、うまくならないっていうか、そのコントロールができない。わかんないよ
そう、わかんないの。そう、わかんないんだよね、本当に。そう、うん。だから前なんかの動画でこうやってやってフェイスの向きとかやったじゃない。だ、あれ、あれ、ああいうのもそう、全部絡んでるから。だからフェイスが今どこ向いてるかっていうのも分かんなきゃいけないし、重さをどこで感じてるかっていうのも分かんないとダメ。だからそういうのを自分からとにかく感じようとしないと絶対感じられないことだから、ただ振ってるだけじゃ本当ダメなんだよね。だから上達したいなとか上達しようと思ってる方は絶対感じようとした方がいい。エンジョイの方はエンジョイした方がいい本当に、うん。細かいことを絶対気にしちゃダメだからね。楽しむことだけに集中した方がいいから、上達とか競技をね目指してやられてる方なんかは絶対そのフェースアングルとヘッドの位置をスイング中に絶対確認する、こう意識を絶対持たないとダメ。持った方がいい。損すること絶対ないから。わかりました。ゼロか100かじゃないってこと。そう。間もたくさんある。たくさんある。本当あるから、もう微妙な差は最初から分かんないにしても、そのうち絶対分かろうとしてると分かってくることだから、本当に150ゼロでもいいから最初は、うん、それを感じることが大事。まずはね、間に合ったか間に合ってないか、うん。そう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 。うん、それだけでもいいの。で、どうしても間に合うか間に合わないしかないんだったら。うん、間に合いすぎるを今度一発打ってみるとかね。あ、わざと、ね、わざと。そういうことが大事。そうで必ず100を間にできた方がいい、うん、間に合ってると、間に合ってないと、ゼロだったら間に合ってないが真ん中になっちゃうじゃない。もうそれは良くないから、うん、そう、こっちも、そう、こっちも必ず増やしてあげないとダメだから、両方大げさにやることってすごい最初は大事だよね。今回はですね、いきなり始まったんですけど、インパクトの度合いはあるのっていう動画をですね撮っていきました。今例に出してインパクトでやってますけど、その他の動きでもあるんですよ。例えば体の動きだったり、腕の動き、手の動き、とにかく動くものに対してはジャスとかゼロじゃなくて間の動きも必ずあるんで、動いているものに対しては動きを意識して感じることが大事になってくると思うので、練習場でやってみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。